最新情報、中日、立浪監督公認、ついに発表。驚愕の選択にファン大激震勝負の鬼、駆動士か、それとも、ドリームプラン、一郎か。成績がかんばしくないことを受け、今季限りで退任が決まった中日、立浪和義監督の公認候補が、引き続き大きな関心を集めています。ファンや関係者は、その行く先に期待を寄せている様子です。 ミスタードラゴンズとして切り札と称され、期待を一身に受けて就任したものの、課題であった打線の強化には至らず、就任から3年目でユニフォームを脱ぐこととなりました。チームは10月6日に行われる d n a との対戦で、今期の最終戦を迎えます。本拠地のバンテリンドームでは、最終戦セレモニーが予定されており、その場で新監督の発表が行われる可能性が高く、多くのファンの注目が集まっています。 急速に進行する監督選定作業の中で22日に放送された情報番組「サンデーモーニング」TBS 系列内での発言が大きな話題となりました同番組のスポーツコーナーには共に愛知県出身で同学年の工藤公康氏と牧原博美氏がご意見番として登場しました牧原氏は立浪監督の退任について同じ世代として共に過ごしてきたので寂しい気持ちがありますしかし 今年は観客も多く入っていて、良いスタートを切ることができました。結果的には苦境に陥りましたが、本当にお疲れ様でしたとねぎらいの言葉を述べました。さらに続けて、ソフトバンクの監督として5度の日本一を達成し、輝かしい成果を残している工藤氏に対し、今後の人事に関して愛知出身の工藤さんにオファーがあるかもしれませんが、打診は来ているのでしょうか。 とと率直にに質問がが投げかけらられれままましししししたこれに対してて氏はいいいえ来ていませんよと苦笑いしながら公認説を一周しました。会で共に栄光の時代を築き上げ信頼関係を築いてきた2人の愛情に満ちたやり取りでしたがこの発言が報じられるとネット上では中日ファンから工藤さんにドラゴンズを改革してもらいたい十分にありうる話工藤監督ぜひお願いしたいといった期待の声が上がっています。 同士といえばソフトバンク監督としての7年間で3度のリーグ優勝、そして5度の日本一に輝くなど、まさに勝利の鬼として名を馳せています。彼の緻密なデータ分析に基づく巧妙な選手起用は高く評価されており、長い間低迷していたチームにとって最適な解決策を乱出す存在として、多くの期待が寄せられています。さまざまな公認候補が取り沙汰される中で、ファンの間ではドリームプランとして、 同じく愛知出身の一郎氏に対すする期待が高ままっています日米通算4367安打という金治塔を打ち立てたレジェンドは23日には高校野球女子選抜との試合を行うなど最近では高校野球を含む野球の魅力を多面的に伝える取り組みにも熱心ですこのような背景から低迷するチームの救世主としての登場を望む声が上がっていますとはいえ 近年10年で A クラス入りが一度だけという長い低迷にあえぐチームには、徹底的な課題の掘り起こしが求められています。この難局を乗り越える指揮官は果たして誰になるのか、今後も引き続き注目が集まりそうです。ファンの反応。一般的に考えると、現役時代に特に関係のなかった工藤氏にオファーが来ることは考えにくいでしょうし、仮にあったとしても受け入れないだろうと思います。 万が一監督に就任することがあれば、コーチ陣は全員退陣し、工藤氏の意向を反映させる形になるのではないでしょうか。記憶が正しければ、横浜からのオファーを最終的に辞退したのは、コーチ人事に関して意見の相違があったためだと理解しています。とはいえ、繰り返しになりますが、その可能性はほぼゼロに近いと思います。地球団が 今の弱小チームから上昇軍団へと生まれ変わりたいと真剣に考えるのであれば、親会社である中日新聞社も積極的に動くべきです。中日 OB の中でも指導経験のある田尾氏、井上氏、現二軍監督、平野氏、矢野氏、和田コーチなどに加えて、中日 OB 以外の監督経験を持つ優れた指導者にも声をかける必要があります。監督選考にには真剣に取り組み 現状のその場しのぎのチーム作りから脱却し、辰波監督が残した新たな戦力をより一層伸ばすことのできる指導者を選ぶべきです。た、指導陣には岩瀬氏、山本雅史、山崎武氏、福留氏、川上健進氏などの経験豊富な OB に声をかけ、実際に現場で選手を指導させることも重要でしょう。 指導経験のない優秀な OB にいきなり監督という重要なポジションを任せることは避けた方が良いと考えますバンテリンドーム総然辰波監督退任前に記録更新の4連勝を怠けるなファンに甘えるな驚愕の言葉で若手を包みまい11.0広島23日バンテリンドーム辰波監督が退任を表明して以来 中日投手陣では、4年目の松木平が7回をわずか1安打、6三振を奪う素晴らしい投球を披露しました。打撃面では、4番の石川昇が決勝打を放つなど、若手選手たちが活躍し、見事な勝利を収めました。立浪監督は、勝利打点を挙げた石川昇について、昨日今日のパフォーマンスは正直ひどかったんです。ただ ああいう大事な場面で一本決めてくれれば、4番としては最も重要なことです。残り5試合、もう少し良い形でプレーしてほしいと注文をつけながらも、その能力を評価しました。4連勝は4月以来、実に5か月ぶりの快挙です。気分は非常に良いですね。やはり、この時期に連勝できるのは大きな意味があります。開幕直後に連勝して以来、長い間勝ち星が遠のいていたのは良くないことですから。 最後まで一戦一戦全力で臨みたいです何か良いきっかけになればと思いますと笑顔を見せました会に低迷するチーム状況にもかかわらずこの日バンテリンドームには今季最多の36,320人の観衆が集まりました一度夏頃にこれだけ多くのファンが応援に来てくれるのだからもっとたくましい姿を見せて勝利を重ねたいと若手選手たちに話したことがあります ファンがいつまでも来てくれるからと甘えてはいけない、さらに技術を磨いていくべきだと伝えました。こうした期待に応える選手になってほしいですし、怠けていてはいけないと思いますと、若手選手たちに激を飛ばしたことを明かし、私は今年で退くことになりますが、これからも頑張ってほしいと願っていますとエールを送りました。中日の式を取るのをるは残りり試合となりました就任当初から 一貫して勝利に対する姿勢を強調してきたつもりです最後まで選手たちがさらにたくましい存在になれるように全力でサポートしたいと思っていますと選手たちを最後まで鼓舞する意欲を示しましたファンの反応残り5試合となりました遅ればせながら打線がようやく形を整えてきた感じです一番の岡林が復調し村松と福永の安定感も増したことで 上位打線が固ままってきました石川にはさらなる成長を期待したいところですが細川との中軸がしっかり機能すれば得点のチャンスが増えるはずですここまで来たら残りすべての試合に勝利して9連勝でシーズンを締めくくってほしいと願っています4連勝おめでとうございます松木平投手素晴らしいピッチングでした来シーズンはローテーションの中心選手として活躍してくれそうですね 石川選手タイムリーな一打も素晴らしかったです来年以降も打線を牽引していってください若手選手たちも数多く成長してきており来シーズンがとても楽しみです辰波監督は退任されますが新しい指揮官の下で優勝を目指してさらなる奮闘を期待しています